村田くんってさ、校則ちゃんと守ってた？そういうソラルさんは守ってなさそうですよね。人の決めたルールには従わねえとか言ってそう。うわ、かっこいい。中二病はぁ、あ、何回言っても聞く耳持たない。不勉強アウトサイダー、ロック戦力出し、そこの君止まりなさい、だから止まりなさい。 うるさい、なんだよ、急いでんだよ、わざわざ暇なんですか？誰もいないし、これぐらいいいだろう、君に構う暇はないから。じゃねえねえ、ちょっと聞いてんの、武器を乱すなって言ってんの？あ、はいはい、もうわかりました。まあ聞く気はないけどね。いや本当お前なんかめっちゃ嫌いだ、怒っちゃってんの、あなたは見ろ。いや絶対に俺の方が上って言って競って、またギラギラ。楽曲の中だと浦田くんの方が大きいけど、実際は3センチとかだよね。なわけあるか、160あります。あれ、どこからか声が聞こえる。認識されてない。